ぜトレーナーになったのですか？自分が選手の時代とかにいろんな練習とかトレーニングをしてきたんですけども、まあ、それが月日とともに目まぐるしく情報が変わったりとか、まあ、正しかったことが今は正しくないとかっていうところが結構多く出てきたんですが、まあ、その時に、まあ、その時はああそうなのかぐらいだったんですが、まあ、そこを実際深く考えていくと面白いなと思い始めて、まあ、それを僕はだからその選手の時にそれを知れたらもっと良かったなと思ったのがきっかけで、まあ、それを選手だったりとか、まあ、一般の方に対してもそうですけども、まあ、サポートできたらいいかなと思う、そこに興味が湧いて今の職業に就きました。お客様が求める結果に対してどのような思いでサポートをしていますか？まあ、求められる結果っていうのは非常に様々であって、例えば選手だったりとかであれば、勝つことだったり競技が上手くなることっていうものが、最大の、目的であり結果求める結果になってくるんですけども、まあ、そこに対しては必ずしもトレーニングをすればそれが達成できるかっていうとそうでないこともたくさんあります。なので、まあ、トレーニングっていうものがどういう位置づけであってそこが、まあ、その求める結果に対して、どういう役割を果たしてくれるのかっていうところの理解を深めてもらうことが、最も重要なことかなと思って、そこに対しての理解を深めてもらうためにどうしたらいいかっていうものを工夫しながら、指導をさせてもらってます。どのようなコーチングをしていますか？まあ、先ほどの質問と、実際僕が思っていることは、同じなのでそういった思いをもとにコーチングをしています。でその中でも、トレーニング自体はあくまでも、手段なので、それが目的にならないようにっていうところを、意識しながらコーチングをしています。パーソナルトレーニングで大切にしていることは何ですか？はい、まあ、一人一人の体はもちろんやっぱり頭の中も、違いがかなりあるので、まあ、プログラムするトレーニングの内容もそうですし、伝え方だったりとか、どうやったら一人一人が効率よく、プログラムを進ませることができるかっていうところを、まあ、その部分に関しては常に試行錯誤をして、ね、いろいろ試してみながら、これが最善の方法ではないかっていうものを探しています。どのようなお客様のご相談が多いですか？はい、まあ、競技のアスリートだったりとか、まあ、一般の方でも趣味でゴルフをされたりとかマラソンをされたりとかっていうように、まあ、レクリエーションスポーツを楽しまれる方とか、まあ、そういった方のご相談が多いです。